はい、シューチャンネルのシューです。今日は休みなんでまた朝から、道の駅立花に来てます。苗をちょっと物色しようかと思ってですね、せっかく時間ができたので、それでもうだいぶ今日はですね、周りの自然なんかも紹介していこうかと思いますので、藤の花も綺麗に咲いてて、もう散り始めかな。結構こう自然の中っていうか、まあうちの周りもそうだけどね、空気が澄んでやっぱり全然違いますね。今日はね、朝今8時半ぐらいですけど、気持ちのいい朝です。もう藤も散り始めてるみたいですね。おそらく黒木の方でも藤祭りやってるんですけど、今年はまだ生きてないんで、友達がちょっと店出してるんでよく行って食べるんですけど、30日のゴールデンウィークぐらいがピークかな。少し気温が低いんでね、あっちは、満開だとは思うので、もし家族で行けたらそちらの方もちょっとレポしていきたいと思います。なかなかこれはね、自生してるやつで野生ですね。若干違うから品種改良してるのと違うんで、ぼちぼち散りもしてるけど、まあつぼみも見えてるんでね、今からが、見頃かもしれないです。やっぱりちゃんと管理されてるのはですね、これが今30センチぐらいですけど、50センチぐらいまで綺麗にしだれるんで、全然また見た目違うんですよね。こうやって新緑も気持ちのいい色になってますしね。山なんかもね、今結構ウグイスの声とか周りも聞こえてますよ。結構ね、生命力の強いから藤なんかこういうところにもね、自生してますね。ここはね、人の畑ですけど、ここ若干山の中なんで、気温が低いかな。じゃがいもとかエンドウとか、ああやってトンネル掛けしてるのはね、山は思わず霜が降りたり寒さにやられるんで、結構してます。うちはしてないですけど、今日はね、できたらよもぎなんかもね、天然の、消毒というかね、肥料というか作ろうと思って探しに来たんですけど、ここはちょっとよもぎは少ないかな。よもぎの新芽と砂糖と水とは混ぜ合わせてです、発酵させて息を取るとですね、結構いい肥料になるので。もうトンボも出てるみたいですね。杉菜も生えてますしね。はい、じゃあそれじゃ今からちょっと苗だけ買ってきましょうか。たまにこういうね、森の中に入ると、うちの周りも田舎って言っても全然空気が違うんで気持ちいいです。ひょうたんまで映りますな。ひょうたんはいらんもんね。お花がいっぱい。花植える余裕はないんでスルーですけど、こんだけ入って700円なんで安いでしょうね。堆肥安いか、100円、牛糞堆肥。ぼかしはいいね、ぼかし。ちょっとぼかしも今回は買っていきましょうかね。キクイモ、キクイモか、オクラ、サム、ゴーヤ、
ナス、ブロッコリー、まだブロッコリーいけてですね。レタス、前回植えたピーマンは今のところ順調と。このぼかし肥料、農業高校がね近くにあるので、実地で作ってるわけですな。ランドぼかし、みかん、トマト、桃、スイカの糖度が上がって、 900g なんで 900g200 円はお得ですね。お菓子を悩みますね。200に2袋を買うていきましょう。よいしょ。安いですね。鉢物の富士か、これも2000円。ちょっとピンク色。富士って今度安かったですか。トマトは買い足さなくてもいいので、シシトウです。ちょっと悩みどころですよね。トマトも買い足したいんですけど、今でこそ何いくつもあるので、ズッキーニは日本で150円は安いかな。とりあえず今日はシシトウだけにしときましょうかね。よし、じゃあ帰ってきてちょっと植えましょう。はい、道の駅から戻ってきました。結局シシトウですね、甘党ビジっていう品種なんですけど、そちらを6株、3株でだいたい200円、210円ぐらいだったからですね、こちらの方だけ買ってきました。以前はシシトだけでも 3,4 種類ぐらいかな、ちょっと植えてて、まあいつも食べきれなくてね大変だったので、今回は一応様子見で6株だけですね、まずは植えていこうと思います。ピーマンもね3株ぐらい植えてますんで、特にあのシシトとかピーマンっていうのは長期取れる品種なので、野菜なのでね、そんなに数は一家庭で食べる分にはいらないもんだと思います。でもどうしてもちょっといろいろあるとね、あの買いたくなるんですけど、まあシシトウは品種が違ってもそんなに味は変わんないかな。ただ大きくなるやつがやっぱありますからね、そこら辺はやっぱり
好きな人はね肉詰めで焼いたりとかもできるんで、そういうのを買ってきてもいいと思います。あとですね、買ったのが、ぼかし肥料ですね。 900g200円、 だいたい 300g ぐらいをね1回に使ったりするんで、まあ量的には十分かと思います。あと EM 菌っていうのが入ったぼかしも試しに買ってます。こちらね普通の肥料と違って効き方がいろいろね、ゆっくり効くので、どうですかね、まあ多少は甘くはなるでしょうね。実つきも良くなるし、最近は使ってなかったですけど久しぶりに使ってみようと思います。あと金魚とかメダカ用のね温産処分です。この量ね結構入ってますけど、結構入ってて200円なんで安いと思います。屋外に放置してれば増えてくれるので、あとはちょっとね裏技的には金魚の餌としても食べさせたりもできるので、まあちょっとした栄養みたいな感じですか。あとオクラの種を買ってなかったので、マルサヤオクラを、1袋買ってます。結構値段安いですけど、このマルサヤがね、大きくなっても硬くなりにくいので、互角角張ってるやつはね大きくなるとすぐ硬くなって食べれなくなっちゃうから、皆さんももし育てるんやったらこの丸系のやつは取り遅れても食べられるので、おすすめです。あと買う気はなかったんですけど、ちょこちょこね行くと売ってある加工用のイチゴです。だいたいイチゴのハウスものが5月6月はもうないかな、5月に終わるので、今時期のイチゴは傷みやすいので、もう投げ売り叩き売りみたいな状態でね、加工用として道の駅によく置いてあるやつです。ただ加工用って言っても味はいいので、全然加工じゃなくて生でも食べられます。まあ、見ていただくと分かる通り形が不揃い、大きさが、あとちょこっとね、形がおかしいとかそういうものも入ってますけど、特にちょっと甘おうなんてね私親戚が農家なんで、ちょっと食べ飽きたんで、今回は香りのという品種と、紅ほっぺを買ってきました。紅ほっぺはね結構大きくなるんでね、ちょっと1個だけね食べてみましょう。私自体はあんまりねもういちご食べ過ぎちゃって好きじゃないんだけども、子供がよく食べるんで、でまあ見た感じ全然傷んでないんですけど、この時期のいちごはすぐダメになるので早めに食べましょうということですよね。ちょっと食べてみますね。甘い、サイズの甘おに比べて酸味がちょっと少なくて甘さが強いかな。でもどぎつい甘さじゃなくてさっぱりした甘さですね。紅ほっぺね美味しいです。だいたい普通に売ってあったらこのぐらいの量だと1000円以上、2000円とかしなくても1000いくらとかしますね。こっちが香りのです。名前の通り香りの強い品種ですね。甘さはこっちの方が弱い感じはしますけど、どっちかというと桃とかそっちに近い香りがして、芳香が強いですね。個人的にはどちらも好きですけど紅ほっぺかな。でも女性なんかはねこの系が香りの方が好きかと思います。甘はね酸味と甘みのバランスがしっかりしてるんで、美味しいですね。はい、あとはですね午前中は、金魚の水替えを全般して、ちょっと畑植えて午後からは本を読みながらゆっくり過ごそうかと思いますので、はい、それでは以上、道の駅から物買ってきました。